久しぶりだな、親愛なるパートナー殿。しばらく任務を遂行していたせいで、お前に会う機会がなくて実に残念だった。子供たちもいるし、仕方のないこととはいえ悪かったな。どうか許してくれ。幸い子供たちは元気にしているぞ。心配しながら暮らす日々を送らずに済むようになってから、みるみる明るくなった。そういえば先日、あの子たちがこそこそと何かを企んでいることに気づいてな。空のような正直者でさえ言葉を濁すようになったんだが、どうせ私の誕生日会だろう。しかしあの子たちが必死に隠そうとしている姿を見て、やはり気づいてないふりをしておくことにした。誕生日といえば、祝福とプレゼントをありがとう。ラインヘッセンのリースリングワイン、私の口に合う珍しい酒を手に入れてくれたことに礼を言うよ。ところで先日任務中にとても特徴的なコップを手に入れ、お前に渡そうと思ってたんだ。今までのスケジュールを思い返すと、私もそろそろ休んでいい頃合いだな。またいつもの場所で会おう、ナターシャ。